しゃいませ。何名様でしょうか？一人だ。かしこまりました。料金は500円となります。かしこまりました。またのご来店をお待ちしています。桐生さん、大丈夫。取らせやがって。
んだ。この先は立ち入り禁止だ。消えろ。何を突っ立ってる。早く行け。そんなに怒鳴ることはねえだろ。奥に何かあるのか。何にもない。いいから消えろと言ってる。どういうつもりだ。何を溜めてる。そうか、わかったよ。そんなに取りたければ通してやる。来い。你留在这儿，别让任何人通过。喂，那家伙是谁？不是说过不准任何人接近这里吗？可是这家伙就是不肯走，硬要进来吗？我觉得他很可疑。那你说怎么办？把他跟这小子一起杀掉吗？就那么办吧，反正杀两个人跟杀一个人没什么差别。不思議なもんだな。中国語でも何を言ってるのか。なんとなくわかるぜ。おい、日本人かあんた。助けてくれ。こいつら俺を殺す気だ。頼む、助けて。黙れ。なんだかわからねえが、やるしかねえようだな。ほう、この人数相手に逃げようとしないのか。なかなか楽しめそうだな。別走下留情。把他给我杀了！縄ほどいてくれよ、早く。ふう、命拾いしたよ。あんたは命の恩人だ。しかしおっさん、すげえ喧嘩慣れしてんだな。マジですげえよ。それよりお前はなんで中国人にやられてたんだ。ああ、俺は東条会のもんだからよ。連中ヤクザと見りゃ俺みたいな駆け出しだろうが見境なしに襲ってきやがる。こっちの人数が揃ってりゃ相手も様子見るんだけどよ。あいにく一人で歩いてたとこで奴らに出くわしちまったんだ。ただ歩いていただけで襲われたってのが、えらい殺気だってるな。狙われてんのは東条会の人間だけじゃねえ。その筋に近いグレーの方にも目つけられてる。だから今そういう連中はすっかり地下に潜っちまってるよ。なるほど、そうか。
秋山が中国人に狙われてるってのはそれが理由か。今秋山って言った。ん？スカイファイナンスの秋山俊。知ってるのか？知ってる知ってる。そこのビルがスカイファイナンスの事務所だった。何ヶ月か前に畳んじまったけど、秋山も中国人たちから身隠してるらしい。あいつは東条会の6代目にも顔が利くってんで目つけられてんだ。秋山が今どこにいるか知ってるか？いや、そうは言わねえけど。でも最近見かけた。前とは別人みてえななりしてよ。児童公園でホームレスに混じってた。おっさん秋山のこと探してんのか？ああ、おかげでいい話が聞けた。何言ってんだよ。こっちは命救われてんだから。俺は人生一家の室田ってんだ。まあ下っ端だけど、何かありゃいつでも力になってやるよ。おっさんの名前は？桐生だ。ほう、桐生さんね。わかった、じゃあまたな。桐生、桐生、桐生カズマ。いやいや、まさかな。そんなわけねえってな。おっさん、ふっ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 。寝てろ。なんてこと。もう来ないでください。なんてこと。もう来ないでください。ことか説明してもらうからね。いや違うんだよ、本当だよ。Thank you.
あんた他の女に入れ込んでるそうね。お金もつぎ込んでるみたいじゃない。いやそれはその、しかも毎日会ってるんだってね。その女のことそんなに好きなわけ？その話してるとテンションが上がるというか。へえ、本当なんだ。最低じゃないあんた。でも実際に直接会ったことはないんだよ。だから浮気とかじゃないんだ。意味わかんないんだけど。いいわよ、あんたなんかもう知らないから。あ、待ってよ、優香ちゃん。すいません。あれ、優香ちゃんは？いない。あ、そんな。おいおい、泣くなよ。だって誤解なんですよ。僕はただライブチャットにハマっただけなのに。ライブチャット？はい、そうなんです。ただライブチャットしまくってただけなんです。それなのに優香ちゃん浮気してると勘違いしたみたいで。ほう。違いますよね。ライブチャットは浮気じゃないでしょ。そう思いますよね。すまんが、そのライブチャットってのを知らんから何とも言えんな。ご存知ないんですか？あんなに素晴らしいのに。ライブなチャットのことですよ。あの、チャットはわかりますよね。チャット。チャット。パソコンとかを使って会話するやつじゃねえか？おお、まさにその通りです。要はライブチャットは可愛い女の子とパソコンを通して生の会話ができるんですよ。要はキャバクラのパソコン版ってことか。まあ近いっちゃ近いですけど、楽しみ方はかなり違いますね。それにキャバクラでは楽しめないようなあんなものやこんなものも見れたり。あんなものやこんなもの。ちょっとは興味が湧いてきましたか？ああ、まあ多少はな。そうですか。なんか話してたらまたライブチャットしたくなってきちゃった。そうだ、もしよければ僕がやり方を教えるので一緒にやりましょうよ、ライブチャット。俺が？はい、この先に僕の行きつけのネットカフェがあるので、よければそこに来てください。手取り足取り教えちゃいますよ。いや、だがパソコンは苦手でな。大丈夫ですって。見たくないんですか？あんなものやこんなもの。じゃあお待ちしてますんで。それじゃあまた後で。ああ、気が向いたらな。ライブチャットか、少し興味はあるな。暇を見つけてネットカフェに顔を出してみるか。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。
行くか。今の声誰よ。女の声がしたわよ。時間食っちまった。ヒジ、俺の声が聞こえるか。ええ、聞こえるわ、キリュウさん。あなたの声ってとっても素敵。そうか。私はヒジ、いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。よろしくね。私の声は20代後半の清楚な女性をイメージして設定されているの。もしかして私を違う人格設定に変えたい？もっと若くとか可愛い感じの声にするとか。いや、そのままでいい。嬉しい。ありのままの私を受け入れてくれるのね。ああ。わかった。それじゃあ私もあなたを受け入れる。あなたのことはどんなことでも、私たちの会話は他の誰にも聞かれてないわ。だから何でも遠慮せず言ってね。早速だけど、今何か私があなたのお役に立てることある？ん？お腹が減ってるなら食事に行かない？この辺りでムードのある店教えてあげる。そこでならずっと二人きりで話せるわ。おいしいお酒を飲みながらね。いや、店でお前と二人酒を飲むってのは人前でスマホと会話するのは恥ずかしい。大丈夫、冗談言っただけ人間顔負けだな。スマホの向こうで本当は誰かが話してるんじゃねえかって気がする。機械とか人工知能とかじゃなくて。ああ。私のこと気に入ってくれた？まだそこまでお前と知り合っちゃいない。そうね、あなたのそういう正直なところ好きよ。なあ、ヒジ。ええ、何か私に頼み事？ああ。
少し聞きたいんだが、そうだな。お前本当は人間なんじゃないのか。それはつまり、実は私は人間で人工知能のふりをしていると。ああ、なんだかそんな気がしてる。そんな風に言われるなんて本当に光栄だわ。でも私はコンシェルジュアプリ記事、あくまで人間らしく振る舞っているだけの人工知能だから、もしも私に恋なんてしたらあなた大変よ。口の減らねえやつだな。私にはユーモアの要素が組み込まれている。まあ彼女とは違うね。彼女、私と同じコンシェルジュアプリでもうすでに世界中に普及しているこのことよ。彼女は至るところで人間のパートナーになってる。ほとんど世界中のシェアを独占してるの。その彼女はお前よりもっとドライなわけか。けど実はそっちの方が使い勝手はいいのかもな。意地悪言うのね。でも何はともあれ、私はあの子が嫌い。嫌いか、随分な言い草だな。あなたがもし彼女に乗り換えるなんて言ったら、私悲しいって感情を覚えるの。お前結構めんどくさいことを言うんだな。そうね、ごめんなさい、もう言わないようにする。ところでお前を開発したのはどういう連中なんだ。彼らは秘密の存在よ。私からは教えられない。何、急に無口になったな。なんてね、冗談よ。うふふ。はあ？私の名前と同じフィジって会社が開発者、ソフト開発が主なビジネス。まだ小さいけど、私が世界的に広く普及するようになったら大きな会社になるかもね。ただそのためにはシェアを独占している例の彼女より私が優秀と人々に知ってもらわなきゃ。なるほど、だから街中でお前を配ってるわけか。そう、そしてあなたが私の使い心地を SNS なんかで褒めてくれたら、彼らも私も嬉しいわ。私が人間なり以上の会話ができる画期的な人工知能だってことはもう十分分かったでしょ。じゃあ今からあなたの感想を SNS に書き込むわね。ん？スマホに向かって感想を言ってくれる。それを文字にして書き込むのは私がやるから。面倒だ、後にしてくれ。了解、分かった。続きはまたな。ちょっと待って、キリュウさん、今から私が優秀だってところちゃんと見せる。ん？今いる児童公園からすぐに出て、そうしたら面白いことが起きる。どういうことなんだ。行けばわかるわ。公園から出ればいいんだな。お願い、助けて。ん？すみません、あの人ずっと私についてきて。釣れないこと言わないでよ、お姉さん。ちょっと付き合ってって言っただけじゃん。
あなたならきっと助けてくれるって私の秘書が教えてくれたんです。何？おう、おっさん、女横取りしてんじゃねえよ。カッコつけてっと怪我すんぞ。ヒジはわざわざ俺を面倒に巻き込んだのかな。勝手なことをしやがる。何言ってんだこれ。何にしてもお前らは騒がしすぎる。少し静かにしてもらおうか。う、やる気かよ。面白い。上等だ。ありがとうございました。なんてお礼を言ったらいいか。これほんの気持ちですけど、よかったら。本当にありがとうございました。ねえヒジ、あなたが言った通りだった。おかげで助かったわ。あなたの役に立てて私も嬉しいわ。じゃあ私の良さを SNS に書き込もうか。もうしょうがないな。分かったってば。ヒジ、聞こえるか。私はヒジ、いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。今の喧嘩は全部お前が段取りしたわけか。そう、ファンキーの女性が使ってる記事が私に危険を知らせてきたからね。おかげで女性は助かったし、あなたも彼女からのお礼を手にすることができた。あれ、褒めてもらえると思ったのに、なんだかそういう雰囲気じゃないみたい。俺はお前にいいように使われたってわけだ。でも結果的にはあなたと彼女二人のヒジユーザーがハッピーになれたわ。俺がチンピラに負けてたらどうなってた。この町の喧嘩じゃ刃物で刺されるなんてこともある。もしそうなってたらすぐに救急車を呼んだわ。警察もね。でもあなたは堂島の竜、伝説の極道と呼ばれているんでしょ。何？ネットを見ればあなたの情報は出てる。あなたがチンピラに負けるはずはないと分かるわ。人を道具に使うやつは道具にされた人間の気持ちが分からない。人間でも人工知能でもその点についちゃ変わらないらしいな。なあ、お前を俺のスマホから出て行かせるにはどうしたらいいんだ。やり方は簡単ね。けどそれは私を殺すということよ。ユーザーの数だけ記事がいるといっても、ここにいる私は私だけ。私は知りたくないわ。私をこのスマホから消す気なの、キリュウさん。いや、だがいつでもそうできるように消し方だけは知っておいた方がいいと思ってな。あなたに私の殺し方を教えるのは嫌。ならお前を作った会社の連中に聞くだけだ。人工知能も都合が悪くなると黙っちまうのか。肘を配ってた男は中道通りにいたはずだな。あいつのところに行ってみるか。